よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しください。今日はお二人高橋さんがいらっしゃるので、はい、あ、そっか、どうお呼びしようかなってちょっと悩んでたんですけど、はい、高橋さん、愛さんは愛さんの方が多いです。どっちが多いです？愛ちゃんとかが多いです。今日はちょっと愛さんで、あ、分かりました。よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。これで解決しましたので、はい、高橋さんそのまま高橋さんで僕は現状維持ってことで、はい、お願いいたします。高橋さんで、はい、先ほどの発表にもありました通り、11月12日いい皮膚、皮膚の日である。今日からコミュニティ型インスタグラム番組、はい、マイスキンストーリーズ皮膚科医とゲストの肌のトークセッションの放映を開始いたします。なんと今回の初回ということで、と私あんまりこうメインパーソナリティとか張ることないんで、すごい緊張してるんですけども、初回のゲストがしほちゃんってことで、すごく心強いんですよ。なんか仲いいんですよね。そうなんです。で私も愛、うん、ちゃんとお仕事が久しぶりだったんで、うん、すごい久しぶり、すごい嬉しくて。なんでしょうか、この蚊帳の外からは。すいません。いやいやいや、私は本当に超がつくほど乾燥肌なので、結構毎日、もう20歳くらいの時から毎日シートパックをしたりとか、もう欠かさず、あ、ちょっと待ってっていうぐらい、うん、乾燥肌だったっていうのが、うん、若干、本当だってなるんですけど、もうそれを分かってるからこそ、こう日々の積み重ねが美肌への道だと思っているので。僕も、ほんまお肌弱いんですよ。知ってます。だから赤みかゆみ、うん、苦みはないか、味ではないか、空気が変わってきたなとか、季節の変わり目になってきたら、うん、ちょっと肌にこう赤みとか、 なんか乾燥してきたり、かゆくなってくるんですよ、うん、ほんならその肌弱い芸人が集まってきたら、うん、どう最近、うん、やばいですねこの季節、うん、まあ、ちなみにリーダーは今田さんなんですけどそのクリームを塗ってみんなでこうスキンケアしたりしてます。さあ、日頃の肌習慣、どんなことなさってるんでしょうか、はい、お願いします。こちらです。細かっ。ほんとだ、細かく書いちゃった。8時ぐらいに起きて、まあ、30分くらい準備するんですけど、でなんか顔を洗顔して、まあ石鹸使う時と使わない時があるんですけど、だけどメイクをしていただくんですけど、 UV までは必ずして出かけますね。でそれで撮影して、撮影終わったらメイクオフをするんですけど、まあ、さっき言ったように UV まではちゃんとして、でそれで帰宅して、絶対帰ったらすぐにメイクオフ、すぐにメイクをしてないんですけど、メイクオフをして、ここではクレンジングだけです。で、あとは化粧水、まあ、美容液を塗る時もあるんですけど、でそれ以上はしなくて、で家のことご飯食べたりとか、いろいろ何か見たりとかした後にお風呂入って、でそこで洗顔します。で、まあ、スキンケアをして、でそこから寝るって感じです。なるほど、はい、なんか結構こう洗顔がたくさんあるなっていう感じがしたんですけれども、まあ、とにかくオフをするってことはこだわってるかもしれないですね。どもり先生どうでしょうか、はい、素晴らしいと思うんですけれども、一つ例えばその一番いいのは紫外線をしっかり気にしてるっていうことなんですね、はい、まあ、肌老化を一番進めるのは光老化と呼ぶ紫外線なんですね、うん、でその次が乾燥なんですよ、はい、なのでこの2つをしっかりとブロックをしているので、とても素晴らしいと思います、うん、お家に帰ってきてすぐにメイクをオフするというのも、はいはい、実はやはりこう今で大気汚染が問題になっていますので、はい、こう PM2.5 だったりとか排気ガスだったりとか、そういったものがお肌について、そこがあの痒みの原因になったりということもありますので、家に帰ってメイクをすぐオフするっていうことはとても大事なんですね。でただその後に少しだけ保湿のもの、少しっていうのがすごく気になって、やっぱりこう洗うという作業はどうしても肌の皮脂を取り除いてしまうので、乾燥に絶対傾いてしまうんですよ、はい、なので洗ったら必ず保湿っていうのはワンセットで考えていただきたいので、なるほど、少しっていうのはちょっといらないかな、しっかり保湿、お風呂に入った時も洗顔をされるっておっしゃっていたので、はい、2回洗ってることになるんですね、そうするとやっぱりスキン
ケアで洗うっていうのは一番こうリスクを伴うスキンケアになるので、できればメイクをオフするときにしっかり落として、うん、まあ、そこで保湿をして、でお風呂に入るときにはぬるま湯ぐらいで、まあ、気になるようだったら洗って、でまたそこでまた保湿をしてあげるっていうことが一番ベストかなと。で一括してやった方がいいってことですね。その方がよりいいと思います。メイク落としして石鹸は使わずにこっちで石鹸使ってたんです。でもあの今って例えばダブル洗顔しなくてもいいですよっていうものも多いので、うん、あのよろしいかなと思います。はい、すごい勉強になりました。勉強になるね。すごい勉強になりました。しおちゃんも、ね、言ってたけど、自分がこう正しいと思ってやってきたことがちょっとやっぱずれてたりもするので、それを友利先生がこう修正してくれるっていうことはすごい、今の短時間でも解決したので、こういうことがこうポン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 こう起こって皆さんの手助けになればいいなって、そういう素敵なマークを目指して頑張ります。友利さんがいれば大丈夫です。頼もしい、はい、男性の方、まあ、旦那さんとかで、はい、スキンケア何か対策されていることとかってありますかね。そうですね、私よりも結構女子力高いタイプの旦那さんなんですよ、珍しいと思います。だから高橋さんと私と旦那さんを足して割ったらちょうどいいんじゃないかな。そんな、そう、結構化粧水とか、結構化粧水とかクリーム、私は使ったでしょっていう、そうなんですよ。結構なんかこう共有して一緒に使ったりとかしてるので、素晴らしいですね。そうなんです。